はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ネモでございます。ジュンです。ネモジュン TV です、はい。はい。今日もやってきました。やってきました。はい、ミョンドンのね、あのサムゲタン、美味しいお店ということで、はい、なんと創業が1971年ということで、ああ、元祖って書いてありますけれども、これる年下じゃんね。実はこっちの方は上でした。こっちが元祖です。はい。年的にはね。年的にはい。で、今日はですね、はい、あのペクチェサムゲタンに来たんですけれども、はい、ここですね。はい。ここであのもう夏になって暑くなってきたからね。うん、そうだね。まあ、地をつけて、はい、地になりましたけども、地をつけて頑張りたいと思いますので、ね、行ってみたいと思います。もう土用の牛みたいな韓国のね、そういう時期はサムゲタンを食べるということなので、馬年ですよね。馬年です、はい、え、関係ある？はい、関係ないよね。僕は牛座ですけど、はい、天秤座です。はい、はい、では早速、はい、行ってみたいと思います。はい、行きましょう。もうここ見てくださいよ。いろんな日本のテレビ局が撮影に来てる。あ、本当だね。美味しい店として放送って。おお、美味しくないお店として放送はないからね。まあ、間違いないと思います。そりゃそうだね、はい、では行ってみましょう。行きましょう。はい、はい、いらっしゃい。トゥミョン진생 들어간 블랙 우골게탕 있고요. 네네. 또 일반. 아, 이거 일반이요? 또 산삼 엑스트라 진생 들어간 산삼. 네네네. 알겠습니다. ですね、今サムゲタンのお店のね中に入ってきたんですけれども、はいはいはい、僕らが選んだものは普通のサムゲタン2つ頼みました。はい。なんかね、あの朝鮮人参が入ったサムゲタン、高級なやつもあるみたいで、うんうん、まあ、朝鮮人参、はい、チャレンジしてみたいって方はいいのかなと思うんですけど、朝鮮人参に挑戦する。挑戦、うん、あ、うまいね、うまいね。まあ、そして、まあ、注文の仕方でね、リクエストで来てたんですけれども、はい、もう注文の仕方っていうのはもう受せよっていうのを最後に一番最後に言ってればいいですね。受せよ、うん、すいませんが、ジョギオって、はい、ジョギオって言って注文はっけよって、注文しますねってはっけよって言って、うん、そして注文するんですけど、まあ、ちょっと韓国語とね、ちょっと難しい部分あると思うので、うん、まあ、商品名言ってサムゲタン受せよって言ったら分かると思います、うんうん。まあ、種類があるとちょっとねややこしいんだけど、もう、まあ、普通のだったらポートンとか、はい、イルバン、イルバン、一般のっていうことで、はい、イルバンのサムゲタン受せよ。もうちょっと韓国語に自信ないわっていうことであれば、メニューを開いて、うん、メニューを指さして、はい、イゴ受せよ、はい、イゴ花受せよ、うん、2つだったらイゴドゲ受せよ、ヨルケ受せよ。10個食べるんですか。はい。あれ、大食いじゃないの今日。いや、大食いで行ってもいいと思うんですけど、今日大食いもっぱ絶対食べれないじゃないですか。絶対食べれないじゃないですか。16万ウォンですけどね。だ、きついね、はい。まあ、はい、このような形で注文されるといいのかなと思います。はい、はいはい、いや、ここ朝9時からやってるんでね、いいね。そうですね、いいですね、うん。まあ、夜も10時までと、まあ、遅くまでやってるみたいなんですけど、うん、テレビ朝日も来てますね。僕たちがいつもお世話になってるテレビ朝日さん。あ、本当ですね。小さんぽ、うん、店内の様子です。あ、ね、あ、もうね、ちょっとだけど、これサービスでちょっとだけ、ね、あ、かわいいな。人参、人参のコーラ人参のお酒が来ました。角取りキムチで、サービスでもち米、こうやってバンってきました。はい、もち米ですね。はい、でキムチ、大根キムチと白菜キムチ、はい、でニンニクキムチで、はい、これが紹興酒じゃなくて人参茶、人参茶、人参酒、人参酒、はい、じゃあ乾杯しますか。乾杯です。乾杯。ネモさんの伝統に乾杯。はい、ネモさんの方が長いからね。ここでのが長いね。いただきます。ます。一気ですか。
ネモさんのキムチチェック。はい、キムチチェックします。はい、では色のいいやつをね。美味しい、美味しくない？このキムチさっぱりしてるね。これはここのキムチ好きだな。なんかすごいニンニクがすごい効いてて、ここもあっさりですよね。うん、ニンニクがすごい効いてるんだけど、あっさり、あっさり、すごいあっさり。これ進みますね。うん、美味しいわ。もうここ一番美味しいかも、キムチ。キムチが、うん、買っていきましょう。大根キムチです。うん、あうん、買った時も美味しいね。この気になるのはニンニクキムチ、ニンニクのキムチ、すごい匂いになりそうだけど、いってみます。ニンニクそのままスライスにつけてある。最初はね、辛さ感じないんですよ、全然。最後来るね。最後ニンニクの辛みが来るね。美味しいね。だからニンニクキムチも美味しい。これ皆さんに、いや初めて見ました。プレゼントしたいニンニクキムチ、美味しい、超美味しいわ。ニンニクキムチ、ニンニクキムチね、本当なんか食べやすくて、最後ニンニクの辛みが来るけど、すごい美味しい、食べやすい、ね。うん、ほんってこの後は仕事があるからね。そうだよ、ライブだライブ前です、うん、ね、カンサムダーも到着。うおー、じゃ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 ん、すごいマグマの噴火。ネモさんのすげえグツグツ言ってんね。グツグツ言ったよね、うん、来ましたので、いただきマッシュルーム、いただきマンモス大会。はい、なんで大会が出るんですか。いや、これ中ちょっとスープを、中にももち米が入ってますね。あ、めっちゃ美味しいやん、これ。マジですか。めっちゃ美味しいですよね。美味しいね。中にもち米ですかね、これね。もち米ですね、はい、スープが白くてね、透明なんですけど、もう鶏の出汁がよく効いてて美味しい。これ中もち米が鶏の中にぎっしり入ってます。これ、ね、ぎっしり入っててこんな感じ。ネギがあってスープが透明。いや、めっちゃ美味しいですわ、これ。よかった、よかった、ここ来てね。美味しい。塩ちょっとやっぱり入れて、胡椒ちょっと振るとまた味が引き締まって。鶏も柔らかいね、うん、これが朝鮮の人参ですかね。そうですね、これも食べるんですよ、はい、ちょっと苦いかもしれないけど体にはいいですからね。家で食べて取り除いてたら妻のお母さんから怒られたの。これは食べるものなの。あ、人参、うん、そうだよ。そしてまたね、我が輩は猫であるね。あ、夏目さんですね。これもまた美味しい。夏目も美味しい、体にいいしね、うん、これをいただきましょう、うん。いや、なんか体にめっちゃ染み渡る美味しさが、うん、鶏もトロトロですわね、トロトロで。これ絶対なんか需要競争にいい感じだよね、うん。あ、そうだ、なんかさ、はい、こうサムゲタン食べるときってさ、その鶏を塩につけて食べません？うん、あ、そうだね、こうやって。そうだわ、全然忘れてたわ。塩を振ってね、お皿にで、鶏をあの塩につけて、そう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 、ここにも胡椒入れるんだった。ここにも。そうだね、うん、塩と胡椒を振っといて、そこに肉をつけて食べる、うん、全然忘れてるじゃんね、看護生活長いのにさ、うん、長いのにね。いや、本当昔の日本の人ってよく言うよね、石の上にも3年って言って、うん、何事も3年すれば我慢してやるっていうことで、うん、韓国の生活ももう5年以上経ちましたけど、うん、慣れましたね。慣れましたか、うん。なんか僕、博多生まれの僕にとってみたら、こういう美味しいスープに出会うと細麺入れたくなるんですよ、うん、絶対美味しいと思います、細麺入れたら。なるほど、鶏を砕いてこんな感じになってきました、ね、バラバラでちょっと汚いかもしれませんけど、バラバラ。僕あの世界中を旅してきて、世界中を旅してきて、うん、サル岩石でね。そうなんですよ、うん、まあ有吉さんに似てるっていうのも言われましたけれども、うん、昔旅してきて、うん、絶対間違いない
どこ行っても美味しい食べ物っていうのがあるんですよ。それは共通してるんですけどね。あ、全世界どこ行っても美味しい食べ物。うん、はい、これクイズ、うん、これは何かっていうと鳥、うん、鳥はどこ行っても美味しいんですよ。フィリピンも美味しかったし、バングラディッシュも美味しかったし、ネパールも美味しかったし。どうやって食べるんですか？まあ、普通に揚げたり、揚げたり焼いたりするんですけど、うん、ふかしたり、うん、飛んだり。飛んだり？飛んだりチキンってあるじゃないですか。ん？飛んだりチキン、甘辛いタレつけて。ちょっと何言ってるか分かんない。なんかね、牛とかは、うん、その国によって味が全然違うんですよ。牛、あ、肉自体の、うん、へえ。やっぱ日本とか韓国とかは美味しいじゃないですか、柔らかくて、うん、インド系、ネパール系っていったらヒンドゥー教の関係もあって牛食べれないんですよ、うんうんうん、だから牛食べれないから何を食べるかって言って水牛を食べるんですよね。え、水牛は食べていいわけ？水牛は牛じゃないみたいで。水牛なのに、うん、牛じゃないの？この水牛の肉がむちゃくちゃ硬いのなのって。へえ。肉食べるじゃないですか、はい、ビーフジャーキー食べてる感じ。あ、そう、うん、それネパールですか？はい。わ、まあ、チキンはもう全世界美味しかったですね。変わりないんですね。와これサービスで作ってくれました。これ砂肝じゃない？砂肝ですよ。いただきましたか？砂肝どうですか？美味しいです。めちゃくちゃ美味しいです。砂肝今朝取れたばっかの鶏から、取ったばっかだって言ってから、超新鮮。砂肝ってどこになるんですかね？調べます。肝臓じゃないですか？違うの？そらいかんぞ。あら砂肝、これニンニクとね、ニンニクスライスと砂肝。焼き鳥屋行くとね、こう必ずあるじゃないですか。絶対食べますよ、砂肝美味しいっすもん、ね。あ、佐野っていう部分のことを指しますって書いてあります。佐野？ええ、実は胃の一部なんですって。あ、胃の一部なんですか。鳥は硬い食べ物を消化するために必要な部位で、お肉を、あ、違う、部位ですって書いてありますね。胃、はい、ですね。胃ですか？はい、鶏のいい、はい、コリコリしてて美味しいんですよ。本当ね。だから本当に今日取ったばっかり新鮮だから、うん、もう全然臭みもないし。ネモさんも食べたらコリコリしてるのかな。そうだよ、凝ってるから。特に肩とか凝ってたわね、うん、肩の肉食べたらコリコリだと思うよ。これめっちゃ美味しいね、うん、酒のつまみに一番いいんじゃない？うわ、うまい。だって焼き鳥焼いたってさ、この砂肝がさ、うん、4つぐらいこう串に刺さっててさ、うん、終わりじゃない、うん、こんだけあったらすごいよね。めっちゃ食べれるんですもんね、うん、もうまさかサービスもらえるとは思わなかったね。もうほんとペクチェサムゲタン、カムサムダ、カムサムダ、本当にいいとこ来たね。肉がね、なんかね、うん、インターネットで調べても、うん、ミョンドン行ったら絶対食べるべきお店って出てるんですよね、はい、やっぱり1位はミョンドン餃子、うん、湯ガネさんとかね、うん、人気あるよね。まあ有名どころがいっぱい入ってるわけなんですよ、うん、その中にやっぱりベクチュサムゲタンが入ってて、入ってた、うん、今ね実際いろんな日本のテレビ局の方たちも行けないご時世なので、はい、僕らネモジュン TV が美味しいお店を紹介できたらと思いますけれども、はい、ここはもうおすすめですね。おすすめですね、うん、いや本当ね、なんか何、博多ラーメン的っていうよりも長浜ラーメン的な感じで、あっさりスープ、うん、で結構コクがあるから、はい、食べてても飽きない、うん、ね、美味しゅうございました。美味しかったです。ペロリと完食でございます。はい、ということで、ということで、はい、今日はミョンドンにありますですね、ペクチェのサムゲタンということでやってまいりましたけれども、漢字で書いたらクダラ100歳だね。あ、そうですね、そうですね、うん、のサムゲタンのお店から
お届けいたしました。なんか今金は100歳、銀は100歳ってロパンって頭に浮かんですけど、あ昔ねいらっしゃった金さん銀さん、はいはいはい、名古屋の方ですよ。そうなんですか、やっぱ、はい、シャチホコ効果すごいですね。そうですね、私も頑張ろう、はいはい、これ食べて長生きできそうな気がします。はい、はい、それではシャチホコボーイと、はい、豚骨ボーイがお伝えいたしました。はい、はい、また次回の動画でお会いしました。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。さよなら。いや、受けますよ。めっちゃ神々じゃないですか。神々です。